Want to win a $50 Amazon gift card? All you have to do is subscribe. Watch the whole video and comment, "I subscribed," for a chance to win. Enjoy! ちょっともっと作戦とかそんなものはいらん。誰だ？ うちはマダラだ。あのうちはマダラの名前を語るってことは犯罪者か、ただのバカか。何のつもりで俺たちに近づく？リンネが僕の目のことを知っているのか？お前はこの世の安定を夢見、陸道仙人の意志が転生した生まれ変わりだ。平和を保ちたいとする利己的な意志が戦争を起こし、愛を守るために憎しみが生まれる。平和だけの世界、愛だけの世界、 それらだけの世界を作ることもでき、我々が協力すればその、やり方を知ることができる。そんなことはできない。俺たちを利用しようってお前の言ってることは都合が良すぎる。相手の痛みを知り、同じように涙を流せて初めて本当の世界へ近づける。お前こそ綺麗事を口にするな。行くぞコナ、長門、こいつらは信用できない。二度と俺たちに近づくな。毎日同じ時間にここにいる。 お前もいずれ気づくことになる。ヤヒコ、なんだ、僕たちに名前をつけないか。名前か。なら、暁。暁。いい名前だ。暁、ここに結成じゃ。おお。兄貴、 すごい数の依頼だぜ。全部こなしきれるかな。やるんだ。困ってる連中がいるなら全員救う。それが俺たち暁の役目だ。半蔵は俺たちのお手本の忍びだからな。俺たち暁もいつか半蔵に負けねえ存在になってみせるぜ。暁、平和解決を目指す勢力は大歓迎だ。和を持って5つの大国をまとめる、わしの夢も近くんだ。噂ではこの葉の里、 地雷屋の弟子たちだ。3年ほどこの地に残って戦争孤児たちに忍術を教えていたようです。情けは人のためにならず、暁は巡り巡ってきた恩返しかもしれんな。3、何、待て、あんたたちは岩隠れの忍びだろ。クソ、問答無用ってことかよ。 ヤヒコ、コナン、長門、やめろ。やめるんだ長門。ヤヒコ、ここは一旦引くぞ。今のがリンネガンの力か。 この葉の未来のため、岩隠れとの和平などあってはならん。そう思い和平妨害のための作戦であったが、思わぬものが釣れたな。断蔵か。闇でこの葉が。あれは、ああ、感じた。あの時と同じだ。<笑>あの力はこの世のものじゃねえ。あれを長門に使わせちゃダメだ。あれを使ったらこいつまで死んじまう気がする。どうしたの？ 怖いんだ。自分の力が。今は私たちがいるわ。私たちがあなたの力を制御する。ずっと。コナン、気をつけて、ヤヒ。見送りなんていい。それより長門の傷を見てやれ。これからこの国を、世界を変える男になる。長門、あいつは平和への架け橋になる男だ。 俺の役目はその橋を支える柱になることだ。昔は泣いてばかりのこの国が嫌いだった。だが今は救ってやりたい。心からそう思ってた。ヤヒコ、気をつけて。平和の架け橋は彼だ。彼の意志そのものがね。行くぞみんな。なぜこんなことに？見つけた時にはすでに。 断蔵殿、犯人は見なかったのか？おそらくは暁。暁？だが暁は和平を歌い、それがなぜ？
貴殿はその理想の高さゆえ、お座しある者たちに目が曇る。しかしそれがあだとなり、やがては己の身に跳ね返り、それがこの悲劇を生んだ。半蔵殿、このままではこの里は奴らの手に奪われますぞ。半蔵の使者が来た。そなたが暁のリーダー弥彦殿か。ああそうだ。拙者は三将王の半蔵の腹心半蔵と申す。半蔵より信書を預かってまいりました。これを。これは本当なのか。そなたらと直にお会いしたい。いずれ半蔵はそなたたちに雨隠れを囲む三国の和平交渉を任せるつもりでもいる。これで俺たちも堂々と人助けができる。暁の小僧たちには気づかれてはいまいな。もちろんだ。弥彦とかいう小僧が死ねば暁は自然消滅するだろう。誰が。今頃人質を確保している頃だ。長門、今すぐ弥彦たちと手を切り、俺と行動を共にしろ。でなければお前たちは。俺たちが何だ。あんたが何を言おうと、俺は弥彦の理想を信じる。そういうところは輪廻眼を持とうと、お前も凡人だな、長門。真実を見極めろ。自らの痛みと共にな。誰かいたのか。いや。そろそろ出発しよう。半蔵様との会合に遅れちまう。うん、行こう。おい、一体何があった。紅白居酒屋付近にいるメンバーから連絡が入った。木ノ葉の暗部の部隊が半蔵の元に向かったってな。残念だが、ここから先にお前たちを通すわけにはいかん。貴様、半蔵の差し金か。半蔵の仲間ではない。俺は長門に現実を知ってもらわなきゃならない。長門の輪廻眼、本当の意味で開眼させる。そうはいくかよ。水牢の術か。ただの水牢じゃねえ。暁は初めて見た希望だったんだ。それをてめえなんかに奪われてたまるかよ。これはセメント。捨て身の攻撃なのだろうな。そんな。悪いが、お前たちは全員ここで始末する。大丈夫か。ああ。さあ急ぐ。長門の運命を見届ける。弥彦、リーダーのお前にはここで死んでもらう。抵抗すればこの女の命はない。そこの赤い髪のお前、それで弥彦を殺せ。そうすれば女とお前は助けてやる。長門、俺をやれ。長門、やめて。早くしろ。この女が死んでもいいのか。コナンと、お前はこの世の救世主だ。お前だったら本当に。弥彦、僕にはでっかい夢があるんだ。こんな戦いの続く世界なら
僕がこの世界の神様になってやる。やれ。ここでまた合わせてやる、必ず。この呪われた世界、本当の平和など存在しない。その通りだ。暁は永遠に君がリーダーだ、弥彦。